よいしょー、早く、あ、箸。ね、ゴロが廊下で一人で、にゃんにゃこにゃんにゃこ言ってた。ゴロも飯テロに負けたか、ついに。あぎょ、おさ。あぎょ、おさ。いや、ゴロちゃんは、あずちゃん見たときに、え、どうなったって感じだったけど、でも別になんかすごい、逃げるわけじゃなく、あれだった。遠目からあずちゃんを見たりはしてた。で、あずちゃんがトイレ借りますって言った時に、ゴロも普通にトイレ入ろうとしてた。いや、マジね、ゴロちゃんね、なんかペコーラがトイレ行く時も入ろうとするんだけど、あ、でももうなんか成田っぽそうだな。ソファの上にいるな。もうそんな怖くなさそう。え、そのなんかね、トイレの中に入ろうとするんだよね。なんかわかんないけど。で、あずちゃんが行こうとしてる時も、入ろうとして、ダメだ、ダメだ、ダメって言って、やってたから、スケベ猫、いや、スケベ猫で、風呂もね、入ってくるし、普通に。寂しがり屋な男の子。ミミちゃんはカーテンの後ろだね。今日一切見せてない姿。ミミちゃんはやっぱ内弁慶ペコだからね、姿見せないんだよね。お客さんが帰ったな、あれ。何？誰か来てたのかしらって感じで餌食いに来る。それまではもうカーテンのところでじっとしてる。私は誰もいない。あ、待てよ。今カーテン動いたぞ。ちょっと待って。はい。ご飯の。あ、いいよー。ちょっと机にはお前乗させられないからあれだけど。ミミー。ミミちゃん見っけ。